エムズじゃないよ、エムズよチャンネル。はい、皆さんこんにちは。行動会社エムズです。本日の お仕事は網戸の交換。このように穴が開いてしまった網戸、これをこれから今日は張り替えていきたいと思います。作業の前にまずブルーシートを引いて、網戸もシャワーで汚れを落としています。まずは古い押さえゴムを外していきます。これは入れた最初の場所が分かると手でこのように簡単に外れます。接着剤とか使ってませんので、手で引っ張れば簡単にこのように外れていきます。で、4面の押さえゴムを取ると古い網が外れます。この時、アルミサッシの枠を清掃しておくと、仕上がりがきれいになります。ここに新しい網を貼っていきます。仮に、押さえて、押さえゴムをローラーで押し込んでいきます。画面に向かって右側、若干の余裕を残しています。左側、余った部分大きく残しています。こうすると最後の作業がしやすくなります。新しい網を伸ばしたら押さえゴムを四方にローラーで押し込んでいきます。ゴムを押し込んだら今度は余った網をカットしていきます。ハサミでも切れますが、カッターの方が作業しやすいようです。金田君のようにこう引っ張りながら切っていくと、網がピンと張って、仕上がりがきれいになります。たるんだりしてるとちょっと見栄えが悪くなりますので、少し引っ張りながら切っていくのが、コツかと思います。はい、外れましたね。余分な網が切り取られます。そして、残りの面の余った網も引っ張りながら、たるみを取りながらカットしていきます。作業時間はだいたい5分ぐらいで、できる